幹事社の朝日新聞です、はい、お疲れ様です。昨日行われました衆院議選挙について、衆院議員が秋田県内から5人ということになりましたが、知事のご所見を お願いします。はい、私は前にも言った通り、与野党はありますけれども、できるだけ人口減少県でありますので、都市部の議員の方がですね、今相対的に増えていますので、県民の声を国政につなげるとすると、できるだけ多くの人がいた方がいいということで、今回は、そうですね、復活も含めて、与党が小選挙区、あと野党が2人、これはこれで、そういう、全体としてはボリュームが増えるということはね、我々もルートがたくさんありますので、これはこれでいいことだと思います。改めて、国会議員、国に対してどのようなことを、知事としては、国会をやっていきたい、やっていってほしいということですね。今回の全体の、評価を見ても、自公が圧勝、圧勝というかな、勝ったもんですから、これはいろんなその選挙の突然の解散、あるいは、野党の準備不足、あるいは選挙協力の、その時間がなかったという、いろんな あれは理由はあると思いますけども、自公が圧勝したという裏にはですね、やっぱりアベノミクスについて、県民国民が一定の期待をまだ期待を抱いていると。ですから、いずれこれからが正念場で、いよいよ、地方創生とも絡んで、地方の活性化というんですか、経済の立て直し、こういうものをですね、まだ皆さん期待をね、している期待を持っている人がかなり多いんじゃないかと、そういうことで、これからですね、ぜひとも、地方に、光が当たる政策をですね、着実に政権には、やってもらいたいと思います。逆に言いますと、期待が大きいほどこれが、変になりますですね。これ逆に次の選挙には大きなしっぺ返しが私はあると思います。ですから、これはそれこそ地方の地方創生、あるいは経済の活性化というのはね、そう簡単に右から左一朝一夕でなるものではございませんけれども、時間がかかっても木をてらわずに、オーソドックスな方法でこれを着実に積み重ねていっていただきたいと思います。そういうことからしますと、秋田県内の、国会議員の方々が与党3人野党2人ということで、いろんな面で緊張感もあると思いますので、お互いに緊張感を持って、頑張ってもらえば、私はそれに越したことはないと思います。何か質問のある者はありますか。分析してみると面白いな、これね、前回とね、今回で、ほとんど常識的な線の出てますね、今日はね。まず一句、富樫さんはですね、得票率、これね、得票率はね、減ってないんです。ほぼ同じ、ですから、前回の、高松さんと大宮さんの票の一定程度、これが寺田さんに、言ってると。これは特に秋田市はね、自民党支持層と非自民というのは意外とはっきりしてるんです。これが前回、やっぱり分散してますから、非自民がね、これが一定程度寺田さんに、投票率が下がっても寺田さんの票が、増えてますから、それはやっぱりそういうふうに読めばいいと思います。2区はね、これはね、完全に2区がね、一番投票率減って
ね、大幅ダウン、これね、ダウンしているところはね、明らかなんですね。これ見ますね、2区で10ポイント以上ダウンしているのがね、大館、カズノ、小坂。前回はね、小坂から川口さん、大館から、石田さんですからね、地元候補がいないもんですから、この大館、小坂、カズノ、これがガクッと。で、この分はですね、やっぱり地元候補がいないもんですから、まあ、この、今回の緑川さんには、いわゆる非自民の基礎票、ここがだけで、そのいわゆる地元票でね、いわゆる地元効果、これのその、自民、非自民関係なく地元候補には行きますから、この分がね、ほとんど、まあ、危険なのかね、分かりませんけど、その分がほとんどない。3区はね、これが京野さんと三井真理子さんが前に出てますけども、3区のこの京野さんと三井真理子さんの分は、これ全体が村岡さんに行かないで、やっぱり例えば京野さんの湯沢なんかね、これは確実に地元票ですから、これ非自民、自民関係なく行きますから、これが全部村岡さんには流れてるわけじゃない。まあ、ただ一定程度民主なんかね、これは言ってますから、まあこういう評価なという、まあほぼこう分析できる範囲の評価なと思いますね。うん、すいません、さっきまでマイク使わずに聞いてたんですけど、河北新報の井浜です。つまり、まあそうやって分析できてしまうような結果ということは、逆に面白みに欠けたという部分もあるんじゃないですか。そうです、結局ですね、選ぶその争点が、片方はですね、アビノミクスはあるけれども、他の方は、なんかね、それに代わる、海江田ミクスとかね、うん、なんかね、橋本ミクスとか、何もないわけだ。ですから、まあ、通常の支持者、固い支持者が、その通り、こう、まあ、自民、非自民、あるいは、まあ、新自民、あるいはね、まあ、やや自民党じゃない方、それぞれがその、まあ、通常のパターンで、従来から その政策というよりも、ある意味で支持者、支持層の、ね、常識的な範囲で広がったという、まあ、そういうことかなと思うんです。ただ、これがものすごくね、アビノミクスに言葉が、ね、ないんだよな。片方ね、野党がね、なんかなんとかミクスでね、全然別のね、具体的なものを出せば、はっきり分かるんです。これがね、ないんですよ。ですから、まあ、一方のね、アビノミクスに対しては、まあ、なんやかんや言うけれども、まあ、有効求人倍率増えてるし、まあ、お年寄りはね、結構、ね、投資信託やってますから、ね、かなりやってますから、そういうものをね、ある程度見えますから、そんなに今のところ、極端に否定論はね、まだ、っていうのは出てない、そういうことかなと思いますね。うん、先駆け新報の内田です。選挙全般についての投票率が、まあ、低下傾向、低落傾向が続く中で、うん、今回の衆院選に関しても秋田県の選挙区で投票率が過去最低を更新しましたけども、そのことについてはどうお考えでしょうか。これはですね、まあ、一つには2区はね、相当その地元候補がいない、それで2区は落ち、あとはですね、全体的にやっぱり、まあ、特に3区なんかの天候、相当ね、やっぱり天候の関係もあるんじゃないかと思うんですね。うん、あとですね、まあ、これ都市部もそうでしょうけども、お年寄りもね、今回はこの寒いですから、そう簡単に、投票に行けない、まあこういうことを言うと、まあ昔の話ね、昔はね、投票率のいい時、ほとんどね、農村部は動員ですよ。もう全部ね、バスがね、もう集落回って全部乗せて、これが
20年ぐらい前まではこれは普通です。自分の意思でなんか東京に行ってる、いや、まあ、行ってる人がいっぱいいるけども、そうじゃなくて相当ね陣営でそういうこともあったの。ですからそういう、まあ、これはねいいことじゃないんですが、それが今はですねそういうことができませんので、まあできるような状況でないんですから、昔とね今と単純にはね比較できないと思う。それからやっぱり、まあ、自民党、逆にこれ自民党の方ねマイナスですけど、自民党がねあまり圧勝圧勝でね300を超えるということで、まあ、自民党のね圧勝論があって、やや、全体的に保守基盤のところはね動きが少なかった。やっぱり、ね、地元に馴染み、ある程度の都市部からね地元に馴染みがある人が例えばねグッと増えるんです、うん、そこなんだな、うん、まあ、この傾向はねこれからもあるんじゃない、うん、朝日新聞なんですけども、ちょっと投票率のことでお伺いしたいんですが、まあ、低落傾向ずっと続いていますけれども、まあ、他の県では例えば若者の投票率上げようって言って大学の中に投票所を作ったりとか、うん、いろんな取り組み各地であるんですけども、まあ、県として、まあ、何かそういうのをやっていこうかなとかっていう考えは、まあ、これは投票所の設置はもうこれまあ一日的に市町村ですけども、まあ、今回はねまだ冬休みですからね、うん、なかなか冬ね、そういう、まあ、冬休みに入ってますから、まあ、入ってないところなんか、そこまではね、なかなか大学までという、あとね、あと、やっぱりね、投票所だけの数じゃないと思うな、うん、ですから接戦のね、やっぱりその、競い合う人方がね、やっぱりいろんな面で地元の、ある意味で、ね、知名度というのはその通常の知名度じゃなくて なんていうのかな、真剣にねある程度蓄積があってそれ出るような人がいればそれはねある程度増えると思うんです、うん、ですから、まあ、そういう意味ではですねこの後の統一地方選挙ここら辺もねやっぱり見なきゃね、あとね、ネットネットというけどもね、ネットの関係がね、意外と今回弱いね。うん。だからネットをね、ネット選挙にならないんじゃない？うん。ネットにあまりね、力を入れすぎるとね、かえってね、評論家になっちゃってね。うん。ですからほら、次世代の党、あそこにね、一番ネットやったんです。ところに、ああいう状況でしょ？やっぱり選挙ってね、まあ、時間にね、生で相手とね、接触して、それで共感を得るとね、あ、少しぐらい天気悪くてね、行こうやという、そういうね、気が出てくるんですね。ですから、まあ、なんとなく、選挙民にね、近い、接触のね、近い人がね、これがある程度、たくさん出れば、これは増えると思います。すみません、 NHK の奥住です、はい、今回当選した5人についてなんですが、与党議員3人に求めたいこと、それから野党議員2人に求めたいこと、それぞれ分けてお話しいただけますか、はい、まあ、与党議員の人はですね、まあ与党議員でありますので、まあ、政府の政策これをですねいかに県民のねいろんな、まあ、先ほどから言った地方のね雇用をちゃんと反映させるような形で、まあ、与党の中で発言をね、あるいは政策提言をしていただきたい。これはですね、まあ、東京と地元で、ね、言っていることが逆だと、ダメだと、これは違うと困るんです。ですから、本当の意味で、そういう与党の責任をね、自らも果たすという、まあ、そういうことでお願いしたいと思います。それから、野党の方は、これ、まあ、国政ですから、与野党のね、その大きな対立軸、これはね、大いに、議論してもらいたいけども、これは、国政の問題はね、あまり、
大きな、ね、対立を、ね、地元には持ち込まないでほしい。逆に言えば県の、ね、県民の皆さんの思いというのは、ね、そう与党に求めるものも野党に求めるものも議員もそんな違わない。ですからここは、ね、あの与党野党の区別なく野党の議員も、ね、県民の皆さんの真剣なその、まあまあ、我々 の、 そのいろんな要望も、ね、これも与党の方々と一緒に、ね、ここだけはですね一緒にチームワークを組んでやってもらって大きな枠組み の、ね、その政権の枠組みの対立軸のここの議論はね、あ、まあ、それはそれでいいんですけどもそういう、まあ、身近な問題については一緒にねやっていただければ非常に力になると思います。他に何かありますか。すみません、河北新報井浜です。今あの与党の方々にその政府の政策とこちらで言っていることと違っていると困るというお話をされましたが特にこの農政に関して一番これから先秋田が求めていくことと政府の進めようとしていることにちょっと乖離が見られると思うんですがそこについて何を訴えていきますか。あのですね、あの地方創生もそうですけど今のですね昨日の、まあ政府幹部のねあの、記者会見を見てるとすごいね、まあ、地方創生は市町村のプログラムこれが大切だとこれはこれでいいですよ。でもなんとなくね小さな市町村単位のそういうことだけでね非常にそのそこだけに目をこう向けてね国全体としてあるべき姿ここら辺がねちょっと薄いんですよね。農業もねまあ机の上でね考えるその農業のあり方のこれはいいですけども現場はねそう簡単にね右から左机の上でねまあ考えるようにはいかない。ですからそういうものをねもう細かな現場こういうものをね無視するとやっぱり全体としてねあのそううまくいきませんので、まあ、そういう意味で、ともすれば東京のね霞が関で考えるのはあの理屈ばっかりですから理屈にとね、そういう理屈は大切です。理屈に対して地元の議員はより現実をねこうそれをこう押し込んでそれで地元もまあこれ努力は必要ですけども努力すればあの希望が持てるというそういう政策にねしていただくことがやっぱり地元のね議員の務めだと思います。いいかな。はい。内容なので。はい、どうも。